要件は？バロン打倒に力を貸していただきたい。条件は？私とバロンの首だ。その代わり、部下には寛大な処置を賜りたい。ゲイル！お前がバロンに組していないという証はどう立てる？誇りにかけて。誇り？誇りとは何だ？君の胸の内にあるものだ。理解できない。なぜそんなことがわかる？目を見ればわかる。テクノシャーマン？バロンがそう呼ぶのを聞いた者がいる。この世界すらやすやすと滅ぼすことのできる魔性の娘だと。大丈夫か？この子は自分のこともわからないのよ。どこにそんな力があるって。君たちは自分のことがわかるのか？え？私は最近子供の夢を見る。その子は私を父と呼ぶ。夢？私はその子に伝えねばならないことがあるらしいのだ。だが伝えることは私でなくてもできる。伝えること？わからないな。生き延びて自分で会えばいい。子供を見たことがあるかね、このジャンクヤードで。あ、飲み込めてきたようだな。なぜ我々は戦い続けなければならないのか、この世界は何のために存在するのか、我々は何者なのか。バロンを倒せば君たちだけがそれを知ることができる。しらみつぶしに探せ。息の根を止めねえと俺たちがバロンに食われるぞ。ようやくここに気づいたか。この先はブルーティッシュの拠点にもつながっている。君たちでバロンを仕留めろ。私が時間を稼ぐ。あんな大勢？あんたそりゃいくらなんでも。私も長だった男だ。奴がいなければどうということはない。どういう意味だ？ハウンズはバロン一人に敗れたのだ。たった一人にですって。奴は何か特別な力を得た。普通に戦えば勝機はない。おそらくその娘の力が必要になるだろう。私が？先払いだ。ルーパ、俺にも会わねばならない者がいる。一緒にニルバーナへ行こう。全てのトライブの頂点に立つにはそのリーダーを倒さねばならん。教会がそれを許すかな？その時は
教会も倒すさ。承知した。
Thank you.
Thank you.
この上らしいな。ルーパか。待て、奴はもうさっきのあいつじゃねえ。ジナーナと同じだ。セラー、どうにかならないの？どうにかって、ダメよ。あの人はもう。Yeah.
力に力で抗ってもダメ。溺れたらもう誰も止められないの。だから神はこんな悲しい輪廻を立たなきゃダメだって。でも私子には何を伝えればいい。誇り高い男になれと俺の歯を持っている。あなたの誇りは受け取った。必ず息子に伝えよう。ジェルか悪魔か知らないが、俺にこんな力を与えたことを悔やむがいい。